祈りのチャンネルスタート。帯広の5レースですね、はい、何に来ましたか。ワイドで4級、北西ボクサー高松福間高島福松、あ私は26ワイド300円と単勝の1に200円来ました。完全に割れましたね。そうです、私たちなんかそう割れていいんじゃないですか。もうこの際どっちか当たってほしいです。確かに当たりたいですよね。っていうか当てたいですよね。いくら外れても最後プラスになってれば勝ちですか。見に行った方がいいっすよ、絶対前、まあ、もう一緒に走れるんで、このああ、こうやって確かに馬についていけるスピードなんで、確かに馬でついていけるスピードっていうのも珍しいですよね。遠いんですか。あ、でも帯広空港に行っちゃえば、あ、行っちゃえばいいのか。しかも割と栄えてるところにあるから。ああ、そうなんだ。何がダメだな。大丈夫そう。外は9番の高島福松です。どこも止まってるよ。ほとんど一段の状況。7番のユーマ最高。外は10番の心の絆。5番動いてないですね。依然として5番の北西イサムは第1障害残っています。各馬第2障害手前、前半38秒できました。さあ一斉に仕掛けて第2障害いいじゃないですか。6もいいとこにいるんだけど、2がってくんないと意味ないのよ。6止まるかな。1も来ないし、じわじわと7番のユーマ最高並んで、あ、並んでますね。さらに9番の高島福松の4頭一段。さあ抜けるのは7番のユーマ最高か。次ぐらいのリード、ぐるっとパワーハンター詰まった。もう1頭止まってくれ。9番止まれしまった。9は止まらない。9止まらないで。7 8止まれ。6止まれ。6 7 6 7 6 7 6 9 9だけど8。あ、うわ、見てください。1なんて最下位ですよ。私が2なんて後ろから2番目ですよ。6だけですね、裏切らなかったのは。4もなかなかですね。ちょっといくら負けたか決算してみていいですか。最後取り返そう。最後行きましょう。祈りのチャンネル、はい、ラスト、はい、船橋2レース、はい、もう私は何が何でも当たりが欲しいということで、単勝5と7と8に100円ずつかけて、ワイドの26に100円、3連複の578に100円の500円。もうあの取り戻すとかじゃなくて勝ちが欲しい。まあね、最後ですからね。はい、ってなりました。僕は船橋2レースですよね。はい、そうです。 3連複で、はい、8から45を1456の3連複、5点100円です。なるほど。私が7選んで、パイセンが7選んでないから、もう命運分かれますね。これ分かれましたね。はい。じゃあ見てみましょう。はい。お願いします。はい。スタート。4。7で。8。5。お。4、5、7、8、いいんじゃないですか。2と6はまあ真ん中ぐらいにいますよね。7ってあのダントツ人気だったやつですっけ。8っすね。8か、8が人気なやつか。こ
このまんま4が下がってくれたらいいな。そんなことある？そんな都合のいいことありますかね？どうだろう。あ、8来ましたね。いや、7合わせてくんなよ。5、サルプが当たったんじゃないかな。7、7残しましたか。7がいったか10がいったかちょっと分かんなかったんだけど、今確かに7だったら当たりか。7だったら当たりです。お、最後の最後に、お、最後の最後に誕生日プレゼント来た。これは来たんじゃないですか。本当にちょっとね、3がちょっと、うん、最後いいね、最後ね、なんかねどうなのっていう。これで、こいつが上がってきてますよね。こいつが残せばいいんですよね。で、こいつと最後やり合わせ。そうなんですよ。8が来まして、はい、ここで止まんの。8は、8は、はい、はい、はい、これは大丈夫ですよね。大丈夫、あ、大丈夫、オッケー、やった。おめでとうございます。ありがとうございます。当たったじゃん。当たった。しかも3連複。いや、素晴らしい。おお、やったやった。最後の最後で、しかも 1.3 連複は、そう、すごい。1個しか買わなかった。何倍だろうね。でもね、8点何倍だった100しかかけてないから。まあまあまあ、まあまあ、回収はできないよ。回収はちょっと払い戻し出るの待っていいですか。まあまあ8倍ぐらいってことで、はい、まあ、いいんじゃないですか。ま、負けは負けなんですけど、9レースやったら1個は当たるってことが分かりました。おしゃしさん最初当たってね、9レースやれば1個当たる。検証結果、検証結果。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。チャンネル登録よろしくね。いや、タイアップ決まったんで、神奈川の、ね、川崎の神奈川のこと聞こうと思ってね。確かに。で、神奈川といえば何すか、おしゃすさん。神奈川といえば熊本出身の人に神奈川といえばで、僕最初住んだの神奈川ですからね。あ、そうなんですか。あの、綱島っていうところ住んで、はい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 、東京に上京したつもりが神奈川だった、神奈川だったっていう。横浜の綱島か。でも最初その神奈川住んだんで、その東横線沿いだったんで、はいはいはい、あの中華街とかよく行ってたんですよ。元町中華街とか、あ、行ってて、そこで自転車買って乗って帰ってきました、綱島まで。どんなもんなんですか、中華街。2、3時間え？かかった。やばいっすね。そう、結局ギャンブルに行くっていう。多分30秒ぐらいしか使えないですね。